合法昔話の時間だよ。みんな集まれ集まれ。イエーイ。ラブ&ピース。それ違う。なんやろ。みんな理科室にある骨格標本って夜中に動き出して校舎を徘徊するとか噂にあって 階段の原因になってるでしょ。聞いたことあるね。よくありますね。よく聞きますね。そもそも授業で使った覚えあります？ないです。ないです。ないです。授業で使ったことないですよね。ない。じゃあどうしてあんな怖いものが学校に置いてあるのか教えてあげましょう。おこれはためになる。確かになんでやろうと思ってた。確かに昔、明治の頃じゃったかの、うん、昔全員を教育してお金を稼いで強い兵隊に育ててみんな強くて豊かになれる国強兵という政策の一番の根幹として義務教育が始まったんじゃ。義務教育といえば国語算数理科社会体育だな。はい、うん、その中で理科の勉強で人間の体について子どもたちに教えるようになったんじゃ、うん、なるほど、うん、なるほど。お勉強するための教材として人体模型が学校に置かれるようになったんじゃな。人体模型といっても昔々のお話じゃ。今ほど凝ったものは作れないので一番簡単な骨格標本が学校で使われたんじゃ。はい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 。昔々あるところに標本作りの名人のおじいさんがいたんじゃ。あ、どこにでも名人はいるんだね。うん、おじいさんは全国の小中学校相手に骨格標本の製造販売を始めたんじゃ。必要になるからね。作り方は簡単で、人間の死体を大きな釜に水酸化ナトリウム水溶液を入れてグツグツ煮るんじゃ。ポケタンと違うな。どうすると骨が抜けて骨だけが残るんじゃ。骨格標本でほんまの骨？あとは釜から拾った骨を糸や針金でつないで形にして吊るせば出来上がり。怖っ、出来上がりじゃじゃないよ。怖い。おじさんはこれを全国の学校に売ってたんじゃな。はい。要するに昔の学校の理科室の骨格標本とは本物の人間の死体だったり。おー、通りで怖いわけだべ。トラウマもんやで。リーダーの死体はどこから手に入れるのかという、確かに葬式代も出せない貧乏人の死体を買ってた。あ、なるほど。まあともかく長いこと昭和になるまで本物の死体が学校の授業で使われておったんじゃ。やがて日本が戦争に突入、そして敗戦、時代は流れたんじゃな。はい、ある日役所からお役人がおじいさんのところに来ました。あ、長生きしたんだね。死体解剖保存法ができたので人間の死体を買ってきて模型とか革製品とか人肉料理の材料にしちゃダメよ。軽いな。まあこうして昭和24年、おじいさんは骨格標本を作ることが違法になってしまったんじゃ。職を失った。職人が。こうして標本売りのおじいさんは仕事を失ったかに思えたんじゃが、え、学校教育で人体の構造を教えなければきっと良くないことになる。人間が人間の構造を知ることはとっても大事なんじゃ。おじいさんは固い信念を持っていました。はいはいはい、はい、長い間ものすごい悪臭にも負けずに人間の死体を大きな釜で煮込んで浮いてくると棒で沈めるような嫌な仕事を続けてきたのも子供たちの未来のためと信じていたから。あ、まあ確かに法律で禁止されても負けずにおじいさんは長年の経験と知識を駆使して昭和29年に諦めなかったおじいさんは樹脂で本物の実物大人体プラモデルを作って売り始めたんだよ。おお。大して儲からん地味で嫌われた仕事じゃったんだが、おじいさんは子供たちの未来を信じて仕事を続けました。そんなおじいさんが作った骨格標本で勉強した子供たちが大人になって教師や偉い官僚になった昭和30年頃じゃったかの。文部省から全国の小中学校に一体は人体の骨格標本を置くように遅れが出たんじゃ。なるほどなるほど。まあどこの学校も予算がないから本当に買った学校は少なかったんじゃが、うん、高度経済成長とかで世の中の景気が良くなってきた昭和42年に
おかみがお金を出して子供たちのために全国の学校に理科の教材を買ってあげることにしたんじゃ。おかみは9年間で総額1600億円、今ならその3倍以上の価値があるから5000億円近い大金を子供たちのために用意したんじゃ。おお。この時に一校に一体必ず買うようにと指導された教材が人間の骨格標本じゃった。おじいさんが精魂込めて作ってくれた骨格標本のことを忘れていなかったんだな。あ、なるほどね。なるほど。文部省のお達しにより全国すべての小中学校がおかみから授かったお金で骨格標本を買わなければならなくなったんじゃ。うん。国からいただいたお金じゃから他のものに使ったり買わなかったりすることはできんかったんじゃ。うん。そんなわけで骨格標本おじいさんは全国から注文が殺到して突如湧いて出た骨骨バブルのおかげで大金持ちになったのが。なるほど。まあ、ところがこれを見ていたのが動物を釜で煮込んで骨格標本にするのが大好きな隣のおじいさんでした。あ、待てやべえの来たぞ。リッチな人出てきたぞ。隣のおじいさんは私も金持ちになりたいと思ったんじゃ。なるほど。小さいものはネズミから大きいものはゾウまで動物を骨格標本にしてしまう標本作りの天才じゃった。おー、まあ、隣のおじいさんも骨格標本を売って大儲けしようと企んだんですが。なるほど。人間以外の動物なら経験豊富じゃった隣のおじいさんは人間でも簡単にできるじゃろうと思ったんだが、うん、日本には死体解剖保存法という法律があってできない。しかし、マリのおじいさんは勉強が足りんな、うん、医学の研究または教育のためなら特別に OK と書いてあるじゃないか。なるほど、なるほど、なるほど。と思って役所に許可をもらいに行った隣のおじいさんは死体交付証明書の交付手続きが超絶面倒で無理ゲーすぎて挫折しました。なるほど、お前。法律の条文読んだだけの素人法学は通用しなかったのです。はい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 。しかし隣のおじいさんは法律の抜け穴を見つけました。お？いや。骨格標本に加工してしまえばそれはもう死体じゃなくて模型じゃない。あれ？法律上は材料が人間の死体だったとかプラスチックだとか関係なく模型になるのですから、日本で死体を模型に加工することができんから無理ゲーじゃった。うん。そこで隣のおじいさんは外国で死体を仕入れて加工して模型にしてから輸入しちゃえば OK じゃん。ああ、そうか。というわけで標本を仕入れるためにお供に猿とカッパと豚を連れて天竺目指して旅をしたんじゃ。あれ、天竺はちょうど隣の国と戦争中で死体があふれ返っていたんじゃな。やるやな。それを見た隣のおじいさんはインド人だかベンガル人だかわからない死体を材料にカルカッタの町で骨格標本を500体作ると日本へ持ち帰りました。おさあさあ、全国の教育委員会と校長先生、このリアルな骨格標本を見てください。100% 天然素材、化学物質、無添加です。はい。あ、そうやけど、リアルな造形と質感は樹脂模型じゃ絶対に真似できませんよ。あ、確かに確かに。まあ、学校から文部省からもらった予算で買ってくれると期待して売り歩いてみたんじゃが、誰も買ってくれませんでした。理由は簡単で、どこの学校でも一度買えば永久に二度と買う必要がないから。そりゃそうですね。毎年買って理科室に骨格標本をたくさん並べようなんて頭のおかしい教育委員会も校長もいません。日本全国の学校に行き渡ってしまえば二度と需要は生まれなかったのじゃな。損害で計算すると天竺までの旅費、仕入れ代金とかもちろん全損してしまったのだったが、うん、隣のおじいさんは実家が金持ちだったので平気だったので、その点は心配いらんかったのです。やらなくてもよかったのでは。こうして隣のおじいさんの家で500体の不良在庫となってしまった人骨と一緒に一生を過ごしました。このおじいさんは不良在庫の山を家の奥にしまい込んで、失敗した事業のことは忘れて黒歴史にしましたとさ。めでたし、めでたし。めでてえのかこれ。まだ終わりません。あ、終わってない。はい。この話の大半は完全なノンフィクションです。そしてさらにオチがあります。隣のおじいさんは
不良在庫を実家に放置したまま黒歴史として忘れておった。あら。おじいさんは黒歴史をついに隠したまま ほったらかしたんじゃが、黒歴史を掘っています。ほう。ほどなくして親族がこの不良在庫が詰まった家を遺産相続したんじゃが、おやそして家を開けると、なんと見たこともない人骨が出るわ出るわ。でこれちょっとしたニュースになったので、みんな知ってる人もいるんじゃないですかね。これは怖いよ。戦争は私の最近の本、ありえない医学辞典で読んでみてください。出た！しっかりと宣伝をしていく。